キャンパス。皆さん、成田ですね。ようこそお越しいただきました。去年発足しまして、今6キャンパス。できてる見たい方そして今そうね黒目がいいですか。じゃあ説明します。妊娠するとですね、よーついています。これで大体4キロくらい、まずここでバーを入れてもらうと電源がつく。スピードはどうかな。これあの足を入れてグッと持てないカーテンとかする。発生しないです。口開けるだけです。川の音とか聞こえますか？この状態のまま水の中に入れます。で、親指を離すとこのチップの中に水が入ります。実際に人の体をこう顕微鏡で見ることによって、イギリスの医療制度、各医療職種について、各職種連携について学びました。カンボジアにはアンペイペーシェントと呼ばれる医療費を払えない方々が非常に多くいるんですけども、みんなで一緒に頑張って学校を作っていくんだという、なんかそういうところがやっぱ他の大学と違うところですし、交通の便がやっぱりいいところと、周りのお店とかもいっぱいあるので過ごしやすいなと思います。本当に充実した生活を送れると思うので一緒に頑張りましょう。